ュアバックキャリー、あ、バックキャリーなんだっけ。ちょっとした30分まで降りて帰ってきます。めっちゃいい天気。タバコもらいに来るネパール人の2人でです。今ちょっと下まで荷物を取りに行ってます。今日はその荷物を運んで終わりです。バックキャリーというみたいですけどね。あれを下ったとこかな。すごい、ここも綺麗です、このアラスカ。南極、南極ってすごい綺麗だったけど、同じぐらい別の意味で綺麗かもしれないです。ああ、すいません。そっちにはカメラ向けてないです。すいません。今日は、なんだっけな。バックキャリーして、これからお食事です。さっきまではすごい天気だったのに、一気に雪。このデナリは全く分かんないですよ、天候が。一気に雪。やべ。なんか、はい。あ、じゃあお吸い物。日本配給が、これ、もし食べなかったら捨てるってことで。ライスにあるんだったら、それ全部ぶっ込んでもいいのにね。なりました、食べられる。お腹減ってたからよかった。なんも見えなくなっちゃった。でも、これでも夜の11時。明るい。明るいのはすごいいいですね。